さあ始まりました猫図鑑、本日は夢タウン出雲さんにやってまいりました。はい、天気一番いい角度じゃん。そうっすね。You me You me で夢夢はあ、有名じゃない、有名、有名っての読むよね、最初知らん人はね。それ膨らみます、こっから。うん、嘘でしょ。いや、いい大丈夫です。ゆめタウンといえば、はあ、104の専門店がある、まあ、何でも揃う大型ショッピングモールなんですけども、はあはあ、なんか欲しいものとかあったりします？あれ欲しい、今インパクトダダダダダダあ、はいはい、ガガガガガとか。いくらぐらいするんですか？2万ぐらいじゃない、いいやつだったら。欲しいね。見に行っちゃいます。あ、行く、行きます、行こうよ。どこで撮ってんのまずこれ。何や待機場所って、タクシー。この番組は私ネゴシックスがいろんな場所を訪問し、その感想をイラストにして図鑑を作っちゃう、その名もネゴ図鑑。あ、入りますか。いらっしゃいませ。あ、どうも、ネゴシックスさん、どうもこんにちは。私、あの夢タウン出雲の支配人をしています、はい、中川と申します。わー、支配人中川さん、ちょっとね、ブラッと見させてもらえる。いや、それが今日はカメラここまでっていう風に聞いてまして。どういうこと、なんでなんかブラッとしようぜっていうことじゃないですか。いや、もう今日はあのネゴシックスさんに実は紹介したいものがありまして、はあ、こちらなんです。なんすかこのドデカマシンは。アルミ缶とペットボトルの自動回収機になります、はあ、うん、はいはい、圧縮機能を搭載した回収機で、はい、ペットボトルなら500ミリ、うん、500本収納できます。で、実は、うん、大手飲料メーカーさんと連携して設置しているものなんです。あ、そうなんですか。はい、ペットボトルを入れると、はい、うん、製造工場の方に行きまして、はい、また新たなペットボトルに生まれ変わって、うん、で、店頭に並ぶという環境に配慮した取り組みなんですよ、はい、へー。環境に優しいだけじゃなく、はあ、夢タウンのアプリと連携をしてるんです。はいはいはい。で、この回収機へ、うん、この二次元バーコードを、はい、QR、はい、かざします。あら、で、はい、実際おペットボトルを、はいはい、入れます。よい、お、吸い込んだ。あら、おお、何回取る。あするとなんと、うん、ペットボトル1本あたり、うん、夢タウンで使える値引き積立額が 0.2 円貯まるんです。円ですか。円です。めちゃくちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃいいです。だって10本持ってくれ2円。そうです。お買い物ついでに、うん、もうペットボトルをどんどん入れていただくとお得にお買い物楽しんでいただけると。だ、普通に捨てたら何にもなんないですけどね。そうなんです。家とここパイプでつなぎたいですね。ダダダダブルルルルルネゴさんもこれで欲しいもん買えるぐらいポイント貯めれるといいですね。待ってよ、 0.2 でしょ。そうそう、インパクトね、ドリルね、あ、電動工具、おーおーおー、2万無理だろ。むちゃくちゃよ。俺普通にじゃあ街中回収して歩こうかな。いや、もうぜひぜひ。もうそれももう地球環境には素晴らしい取り組みになります。お、向こうからゆらーってガラガラガラ。相当目立つと思いますけどね。ネゴ図鑑ということで、できました、こちらです。はい、ババーン。出雲中かき集めてきます。お、まあ、あの2万分ちょっと欲しいんで、はい、10万本、はい、ギャンギャン入れますんで。ありがとうございます。じゃあもう行ってきます。はい、ありがとうございます。待っとってください。よろしくお願いします。電気抜かないでくださいね。はい、ありがとうございます。じゃあありがとうございます。うわ、任しとけ出雲の。ありがとうございます。